こっからファインの社名の由来は、皆様の心と体を元気、ファインにするということ。心、体、ファイン、ここからファインでございます。事業規模は約3900億円。事業構成は右上の円グラフのところですけれども、ドラッグストアが 76%、調剤薬局事業が 14%、この2つで 90% の構成でございます。特にドラッグストア業界の中で調剤薬局事業の比率が非常に高いというのが当社の特徴でございます。高齢化に向けた医療への取り組みとして、もう一つ介護事業を行っております。まだまだ事業規模は24億円ということですので、今現在事業拡大を行っている分野ということでございます。当社の事業領域についてご説明をさせていただきます。皆様の健康をトータルでサポートできる体制を整えていきたい。当社の事業というのはドラッグストア事業であり、調剤事業であり、介護事業ということになります。この3つの事業を中心として、健康を維持するための拠点づくりをしていきたいと考えております。具体的な事業戦略についてご説明をさせていただきます。この3年間こっからファインは IT 化を強力に進めてまいりました。IT を活用することによって、小売業、そして薬局というものは大きく変わってまいります。時代の変化にいち早く対応して、これまでのアナログの集客方法から、IT を活用した緻密な顧客戦略へと、徐々にシフトしていきたいと考えております。IT 化推進の2つ目は、IT を活用した生産性向上でございます。店舗作業を徹底的に効率化して、そこで捻出した時間というものを、本来行うべき店舗スタッフとお客様との接客時間に当てたい、働きやすい環境を作っていきたいと考えております。はい、次は当社の専門性の柱となります調剤事業戦略について。月間1000枚以上処方箋応受店舗数は業界でダントツの第1位、調剤売上規模という面でも第4位に位置しております。今後さらに高齢化が進んでいくと、質・量ともにどこにも負けない調剤事業に成長することができる、そんな位置におります。そんな中で今特に注力しているのは在宅調剤の取り組み強化でございます。なかなか病院に出向けない患者様のために在宅調剤機能を拡大しております。介護事業戦略についてご説明をさせていただきます。ご覧の通り、一通りの介護施設は有しております。中でも現在注力しているのはリハビリ特化型デイサービスの展開強化でございます。できることならご自宅で快適な生活を送っていただきたい、そのためにリハビリ施設が重要になってまいります。はい、ここからファインの中長期的な展望、ヘルスケアネットワークの構築についてご説明をさせていただきます。今後さらに進んでいく高齢化、人口減少の中で高齢者の方々が快適に生活を送っていただけるように地域社会をサポートしたい、これがヘルスケアネットワークです。ここでは地域医療のあるべき姿をテスト展開しております。個々の事業をバラバラで行っていくということではなくって、連携をすることによってヘルスケアネットワークのモデル作りを推進しているということでございます。以上を踏まえまして、当社の業績推移についてご説明をさせていただきます。直前期の18年3月期は経常利益160億円となりまして、過去最高益を大きく更新することができました。そしてこれからの2年間です。19年20年というのは抑えていた出店を復活させます。店舗数も増加に転じて本来あるべき事業拡大を進めるということでございます。そして先ほどご説明した IT 化を推進いたしまして、店舗の利便性を徹底的に高めるのと同時に店舗作業の効率化を進めていきたいと考えております。そして事業規模だけではなくて、誰もが真似できないほどの質を高める経営を推進していきたいと考えております。